木曜夜7時はアニメポケットモンスター XY。 百国人のシンボル日時計のそばで謎の女性に襲撃を受けるサトシたちだが、そこに現れたのは未来を予知できる百国人ジムリーダーゴジカ。すると新たな予言が。見えた。何、どうしたの。ゴジカが見たものとは。アニメポケットモンスター XY 木曜夜7時。